世界ミステリーチャンネルへようこそ。今回お送りする動画はハルビン特務機関についてです。特務機関というのは日本軍の特殊軍事組織で、諜報活動をはじめさまざまな作戦を行った組織です。大日本帝国陸軍ではもともと違う意味で、軍隊、艦が学校の区分に属さない組織を指したのですが、日露戦争以降先ほどの組織を指すようになりました。特務機関といってもどういったものだったのか、おそらくあまり知らない方も多いと思いますので、今回はなるべく簡潔に紹介していこうと思います。ぜひ最後までご覧になってください。それではどうぞ。近現代戦で重要な行動の一つといえば諜報活動です。このスパイ行為によって敵国から情報を盗み出し、敵国内部に送り込んだスパイが内部工作を行い、内側から国力を疲弊させていく。これを行うことによって敵国は国内で混乱が起こり、入手した情報から戦いを有利に進めることができます。日本でもこの諜報活動を行っていた組織があるのですが、それが陸軍や外務省の特務機関と呼ばれるものでした。その始まりは1885年、朝鮮半島での影響力を強化したかった清国や、アジア進出を目指していたロシア帝国との開戦を危惧した日本は、陸軍の萩野末吉を駐在員としてウラジオストクへ派遣します。そこで大陸やシベリア方面の情報を収集したことが日本の特務機関の先駆けだとされているんです。日清戦争後には陸軍の参謀本部が多くの情報証拠を満蒙地域やロシアへと派遣していきます。日露戦争でもその活躍が見られ、ロシア国内で反政府勢力の支援をした明石元次郎大佐などが有名なところでしょう。こうした諜報活動は日露戦争後も続き、太平洋戦争の頃には専門の特務機関が設けられました。その一つとして知られるのが満州のハルビンに設置されたハルビン特務機関なんです。当時アメリカを仮想敵国とはしていましたが、陸軍が警戒していたのはロシア、革命によって成立したソ連でした。朝鮮併合と満州が建国されたことで国境が地続きとなったことで、その脅威は日露戦争よりも高まっていたんです。そのため広範囲にわたって国境が接していた満州は当然重要な地点と認識され、陸軍が最も諜報活動に力を注ぐ地域となりました。その活動が活発になったのが1918年のシベリア出兵の直前。陸軍では情報収集、敵地への宣伝工作、日本に味方してくれる勢力とのコンタクトなどを戦闘区域でどう行うかが課題となっていました。これらのミッションをこなすために司令官指揮下の専門の工作組織として設立された機関の一つがハルビン特務機関だったというわけです。しかしその後のシベリア出兵が失敗に終わると、ソ連国内にあった特務機関は閉鎖されていきました。一方ハルビンをはじめとした満州方面の特務機関はそのまま活動を継続していきます。昭和の時代に入ると大陸への日本軍進出が活発になり、1940年4月には各機関が関東軍直属の関東軍情報部へと改編されました。各地の特務機関はその支部として組み込まれ、最盛期には満州全体で4000人もの人員が所属していたとされるんです。特務機関内には様々な部門が置かれていました。例えば対ロシア人専門工作の白系ロ人事務局、これは白系ロシア人の協力者の増加を狙うとともに、反ソ連のプロパガンダといった宣伝工作や機密情報の入手などを行いました。そして入手した文書などはまた別の部門、文書諜報班が分析や翻訳などを手掛けていました。これらは実際にソ連共産党から亡命したロシア人の協力を得て、ソ連総領事館の電信員なども日本側に引き込み、さまざまな情報を仕入れていたとも。しかし特務機関の動きはソ連側も察知しており、偽の情報を流されることもしばしば。さらにまだまだ情報の重要性を軽視していた関東軍上層部は、入手した情報をうまく活かせてなかったともされているんです。こうした中、もちろん大きな成功を収めるような活動もありました。それが外国人部隊、浅野部隊の設立です。この名前は初代部隊長浅野誠にちなんで付けられました。満州には革命後のソ連から亡命した白系ロシア人が多数おり、
こうした反ソ連のものを中心に1937年に設立。約250名のロシア人兵士で構成されたこの部隊には、さらに下部組織のボタン工機関が王道化したよう。1944年にはハイラル北方の警備担当のハイラル部隊を編成。こうした外国人部隊が1945年まで満州国軍の正規部隊として配備されたんです。さらに外国人部隊はロシア人だけではなく、モンゴル人の部隊も編成されていました。その部隊が第868部隊、通称磯の部隊です。この部隊は約800人ものモンゴル人によって編成され、1941年9月に立ち上がりました。主な目的はモンゴル方面の防衛と敵地の謀略活動。当時モンゴルはまだソ連の影響下にあったため、日ソ間での開戦を見越して期待されていました。しかし日ソ中立条約が締結されたため、2年以上も外蒙古で飼い殺し状態に。1943年に移動命令が出ると、中国東北部の公安へと移り、部隊名も第53部隊に変更となります。その翌年には関東軍へ転属となり、第二遊撃隊として満州の西側の防衛に着任。散々振り回されたモンゴル人による部隊ですが、1945年8月のソ連侵攻では果敢に戦ったという記録が残っているんです。日本の謀略面の古参ともいえるハルビン特務機関ですが、その活動にも幕が下りる時が。1945年4月には内外情勢を鑑みて、ソ連を刺激しないための緊急措置の一環として浅野部隊は全部隊解体となりました。しかし1945年8月9日、ソ連参戦とその後の満州制圧により、かつての部隊の一部が再結集。先ほども少し触れましたが、モンゴル人部隊は果敢に戦うもソ連軍の数に押し負け、戦線離脱を余儀なくされてしまいます。さらに白系ロシア人の部隊も再結集したものの、連絡の不備と誤解により関東軍の攻撃を受け、隊長以下全滅という悲劇的な結末を迎えてしまいました。また浅野部隊で幹部や隊長を務めたロシア人の中には、ソ連と内通している者もいたことが終戦後になって判明しているんです。そんなハルビン特務機関は、数ある特務機関の中でも活動期間が長かったため、その後の戦死に名を残した人にもこの機関の出身者は少なくありませんでした。例えば東条英機の後任として総理大臣になった小磯国昭、満州事変の立役者の一人土肥原賢治、ポツダム宣言受諾後に千島列島に攻め入ってきたソ連軍を食い止めた樋口喜一郎、こうした人は皆ハルビン特務機関の構成員や機関長を経験していたんです。いかがでしたでしょうか。ハルビン特務機関について紹介しました。以前動画で陸軍中野学校について紹介しましたが、本編で紹介した明石元次郎大佐の明石機関が授業でも題材になったり、後に中野学校の出身者が部隊の指導に当たるといった関係性もあります。こうした時代から積み上げられた実績が現在の情報機関にも大きな影響を与えているんでしょう。そして歴史を見てもハルビン特務機関の他にも様々なものが存在していたので、またご要望が多ければ動画にしたいと思います。それでは今回はこの辺で。今回お送りした動画も何かのお役に立てていただければ幸いです。